こいつらは簡単に俺の想像を超える。その成長ぶりもそうだが、何より二人の心が俺を驚かせた。二人の心、それはチームワークの心。時が経ってもナルトと二人にはしっかり刻まれていた。皆から受け継いだもの、それは間違いなく次の世代に受け継がれている。もはや二人は本物の忍びと呼んでもいい。俺の周りにはまっすぐに育った忍びがいる。それが何より嬉しかった。チームワーク、仲間とのつながり、オビト、リン、そして先生、三人が教えてくれたかけがえのないものだ。そしてそれは今はあいつらの心にしっかりと伝わってるよ。次はあいつらが皆から伝えられたものを次の世代に伝えていく。次の世代はもう目の前だ。俺もそろそろ。あ、いたいた。ん？おーい、加賀先生。新しい任務があるって綱田様がお呼びです。早く行こうぜ。ああ、今行く。でもまあ、もう少しだけ見守っていないとな。また来るよ。加賀先生ってば、なってたんだよ。ああ、まあ、なんというか。どうせまたぼーっとしてただけなんでしょ。いやいや、人生という道に迷っちゃってね、ついつい物思いにふけてた。ああ、はいはい。新しい任務ってば楽しみだな。ね、さくらちゃん。あんたそればっかりね。まあね。